では暗号通貨ニュースダイジェストになります。仮想通貨取引所 OKEX の親会社アルゼンチンで取引サービスを開始というニュースですよね。 OKEX もよく聞く名前になってきました。信頼できるところかどうかっていうのは一人一人個人で判断するしかないんですけども、まあ、私はこういうところがもうちょっとしたらですね主導権を握っていくんではないかなと、要するに信頼を取っていくんではないかなと思います。まあアルゼンチンっていうところがちょっとよくわからないですけどね。ハーバード大ゲノム分析権威が仮想通貨で遺伝子治療研究に貢献ということです。とってもいい傾向ですねこういうのは。まあ仮想通貨でどういうふうに使っているのかなってところが今一つわからないところですけども、これから分かっていくと思います。まあ正確には仮想通貨ではなくてブロックチェーン技術を使って遺伝子治療を行うってことなんでしょうね。でタイの SEC 無認可の仮想通貨取引所を避けるよう呼びかけるということです。はい、世界的にですね、国が担保していないような仮想通貨取引所っていうのはあんまり使わない方がいいかなと思うのは皆さんも共通の考えだと思います。でも逆にですね、あの暗号通貨って国の利権から離れてるから使いやすかったはずなのに、結局国の保証を我々が必要とするということで無認可のところっていうのはだんだん使われなくなっていくということになるんではないかなと思います。仮想通貨マイニング大手カナン申請中の IPO が失効。はい、まあ、こんなこともありますんで皆さんマイニングっていうのは、当てになりません。仮想通貨ビットコイン功労者のシェイプシフト CEO SEC が不正疑惑で調査。まあ嫌なニュースですよね。こういうことが多分あの暗号通貨下落の要因になることはあると思います。仮想通貨取引所コインベースのカストリーリップルのロゴが物議を晒すということですね。カストリーって資産管理のことですよね。でここにリップルをコインベースが導入してきたということでいろんな物議を醸し出していますけども、物議っていうとなんか悪いことが起きたみたいな印象をね感じますよね。なんか物議って言葉を使ってますけども、別に悪いことじゃないような気がしますけども、どうでしょうか。ビットコインは金融危機で生まれた悪魔の子。はい、そう言える側面はあります。確かに金融危機ってものが2008年にありました。ここで新しい通貨概念というのが求められたのは事実です。そこにインターネットというものが充実してきてスマートフォンというのが現れてきたということですね。こういった将来はスマートフォンを使ったモバイル決済できるような通貨媒体が必要なんではないかなってことが、まあ、一部のね天才たるサトシ・ナカモトみたいな人の論文に現れてきたということなんでしょうか。皆さんもねビットコインをはじめ暗号通貨にご関心ありましたらサトシ・ナカモト論文ぐらいは一度目を通してみてください。そこに書かれていることと新しく現れてきた暗号通貨や ICO の概念が、まあ、一致しているところが多ければ多少当てになると思いますけども、そんなことをねリサーチしてる人はほとんどいないと思うんですよ。ICO と聞いたり暗号通貨と聞いたりすればその可能性にだけ目を奪われて心を奪われて、本当に暗号通貨たるものの本質ってのは何なのかってことを考えなかったりするんですよね。まあ、昨日はね、エビナの FX のこの勉強会で中丸トレーダー来ていただいて、中丸トレーダーっての投資家なんですけども、プロの投資家の方が暗号通貨になぜ関心を示さないのかという理由の一端を伺い知ることができましたよね。大きなお金を持っている方とか、まあ、いわゆるまともな投資家さんは暗号通貨の方に注目はしていますけども、危険な存在として資金を投じてないわけなんですよ。そういった現実があることを考えると、金融の専門家でもファイナンスのスペシャリストでもない普通の人が暗号通貨から始めるのは非常にね危険なことだよってことが分かると思います。仮想通貨は SEC の管轄外に。オハイオ州選出の共和党議員が法案提出へということですよね。なるほど。はい、でビットコインのダメージ回復数ヶ月でなくても数週間かかると、はい、ビットコインが大きく値を下げました。今回の値下げに対しての回復にはすごく時間がかかるんではないかなという見方です。はい、まあ、私も込みでなんですけども、多くの発信者がもう下がらないんじゃないかなというところで今回のね大きな下落がありましたよね。だからたくさんの人が下がらないと思った時に下がるっていうのが、まあ、暴落のミソじゃないですか。私もだから65万は割らないと思ったところで割ってきたんで簡単に。だから、まあ、まだまだ私も大衆心理の中にいるなと
自己反省をするところなんですよね。はい、中国保険大手の平安保険、ピンアン保険、ブロックチェーン技術や AI を活用したスマートシティ構築。お、すごいですね。このスマートシティ構築っていうのは皮肉にもなんかね、フィリピンで構想されているノアコインとかね、ノアプロジェクトに近いんではないかなと思います。中国が先になるかもしれないですね。5兆ドル規模の FX 決済大手 CLS ブロックチェーンベースのネッティングサービスをリリース。はい、5兆ドル規模っていうのはすごいですね。5兆ドル規模の声で入ってきたらどうしましょうか。はい、仮想通貨ビットコインキャッシュがハードフォーク2つのチェーンに分岐と。はい、来ましたね、ビットコインキャッシュ。私はビットコインキャッシュあまり期待はしていません。期待はしていないというのはどういうことかというと、ビットコインキャッシュのテクノロジーにではないです。ビットコインキャッシュの値上げ幅の個人的利益に対してです。だからそういうふうな個人的利益を優先すると大体やられちゃうんで、社会がこれを必要としてるかなどうかなというところにね、いつもいつも関心を示した方がいいんではないかなと思いますね。え、 Google Play Store で4つの偽仮想通貨ウォレットが見つかる。むちゃくちゃ多いんで皆さん気をつけてくださいね。ウォレットっていうのはどこが当てになるのか未だに分かっていないと思った方がいいです。で、世界 ICO 市場でフランスの占める割合わずか、米国が業界をリードしているということですよね。まあアメリカが何でも金融を引っ張ってますよね。ビットコインキャッシュのハードフォーク、米トレーディング企業が示す3つのシナリオ、こちらの方もね、別の便でしっかりと解説していきます。中央銀行デジタル通貨は金融危機のリスク軽減が可能だということです。難しいこと言いますね。 IBM のブロックチェーン金融サービスが CTO ということでございます。これも別便でね、しっかりと掘り下げていこうかと思います。仮想通貨取引所クーコイン、懐かしい、ベンチャーキャピタルから約22億円を調達しました。はい、クーコインさんは22億円、大きな金額でないように感じるのがもうすごく数字のマジックなんですけども、まあこの資金をもとにですね、またワンランクステップアップしてくれるんではないかなと思います。クーコインに、まあ、資金を、ね、預けてる方とか、ここを利用されてる方、きっとまあ大丈夫でしょう。ここは11月16日ビットコインキャッシュハードフォーク、各仮想通貨取引所対応まとめということですけども、まあ対応についてはまとめてもらわなくてもいいかなと思います。仮想通貨取引所バイナンス、米サークルのステーブルコイン USDC の取り扱いを開始、ついに始まりました。 USDT から USDC に、まあ、ステーブルコインが変わっていくということですけども、この USDC もステーブルコインとして確立されたわけではないんで、今後また新しい動きがあるかもしれませんね。本日の暗号通貨ニュースは以上です。